はい、どうも、ペーパーです。今日はですね、最近の近況をちょっと語りたいなと思って、スタバックス買ってきました。本当はね、スターバックスのアイスコーヒーって美味しいんかなっていう、ちょっとレビューしたくて買いました。早速飲んでいきましょう。ちょ、テイクアウトしたらこんな感じだね。アイスコーヒーのアイスってショート、しかもストローじゃないんや。飲むタイプなんやね、このまま。ちょっと飲んでいきます。いや、まず白いね。やっぱり、いいですよね。この白に緑ってか、よくない?普通に。いや、ちょっと僕お気に入りです。いただきます。あ、濃いわ、やっぱ。うん。あ、いいね。いや、最近僕、セブンのコーヒーの濃いってやつあるじゃないですか。あれにハマってまして。なんか、コーヒーにはまりつつあるんですよね。あんまブラックコーヒーとか全然飲まんかったんですけど。いいね。ちょっと、スターバックスで、美味しいと噂の、こちら、じゃ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 ん。ソーセージパイ。粗挽きソーセージパイ。これをレビューします。これ美味しいんですよ、マジで。いただきます。うん。カリカリよね。うん、美味しい。とさ、最近更新できてなかった理由がありまして、うん。もうね、俺も一人じゃないんよ。うん。前まで、独身貴族振りかざしてたけど、権力を。もうね、俺には愛する人が、できてしまった。っていうね。まあ、ほんまのことなんですけど、まあ、それでちょっと、更新、止まってました。すいません。うん。まあ、減るわね。登録者も減るよ、そんな。うん、でも美味しい、これ。マジで。ちょっとね、今日は珍しく、いっぱい服買ったんで、また別のこの後の動画でね、紹介していこうかなと思ってます。いや、美味しい、この組み合わせ。アイスコーヒーのやつと、この粗挽きソーセージウインナーパイ、みたいな。うん。二つ合わせて6キュッパです。698円。うん、美味しい。本当はスタバです。タルトとか買いたかったんやけど。なんか売ってなかったタルト。キッシュ狙って、本当は甘いもの食べたくて入ったのに、気づいたら、なんか買ってたこれ。ああ、優雅だね。うん。めっちゃ優雅。やば。パイ生地、ボロボロこぼれますね、これ。これ注意よ。車の中とか注意じゃない、これ。なんか、サムネこれにしようかな。うん。YouTube が止まるってことは、僕の歴史が止まるってことだからね。記録が。でもまあ、まだね、まあ、誰にも言ってないんだよね、YouTube やってることなんて。うん。おいしい。名前もペラペラ、ペラペラってか、コロコロ変わるからさ、そこがちょっと難点ですね。今はペーパーでやらしまってます。うん。なんか降りそうやな、ペーパーって。まあ、いいか。うん。いいよ。おるんかな、ペーパー。おったら嫌やな。うん、おいしい。
よく考えた。これを回すと。うん。こうする。そうすることで飲みながらでも。ちょっとずれてんな。これ正面にしたまま飲みたいよね。正面を向けつつ。やっぱスポンサーやから。嘘です。うん。おいしい。ちょっとフィアンセにも教えてあげよう。美味しすぎるわ。いや、最近ストローがなくなるじゃん、風潮があるじゃんか。ちょっと悲しく思ってんねんけど。まあ、SDGs かな。でもなあ、資源が減るってことは雇用も減るってことやからな。備品が減るってことは無駄をなくすってことは雇用が減るってことやからな、多分。ということで今日はこの辺です。最近の報告でした。ちょっとね、これからも、まあ、更新できるときはしていこうと思うのでよろしくお願いいたします。次回の動画も楽しみに。バイバイ。